むちゃみ亭創作の佐藤です。布石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、昨日の動画見ていただきましたでしょうか。あ、ブーツの動画ですね。大阪で9月4日発売の動画を上げさせていただいたと思うんですけども、今年じゃない、9月はやっぱサリバンの、そうなんです、まあ、ポップアップもありますし、やっぱ強化期間ということで、サリバン強化月間ということで、まあ、サリバン売ってる店だかなと思って、いやいや、ないと思うんですけど、サリバンがたくさんまた出たもあってっていうので、今回はちょっと服をメインにご紹介しようかなと。モンスターブーツに合わせるで、そういるんですけど、まあ、特に今回はちょっとボトムにフォーカスしていこうかなと思ってます。カス、はい、カスしていこう、カスしていこうかなと思ってます。じゃあ今回はこの3つでご紹介していこうと思います。まあ、着替えてきたんですけれども、はい、1本目は、ちょっと佐藤君前の方に、サリバンのジップパンツから、まあ、前回も出てますけども、もうちょっと厚売りでしたね。ジッパーのデザインの、すっきりしたモデルで、すごい、ヒットしてるモデルです。で、41,800円にして、うちはまあ44からちょっとおサイズ幅広くやってるんですが、やっぱりサリバンさんといえば、常に、まあ、デザイナーさんも言われてるみたいに、ファッション感度の強い、まあ、若い世代に、はい、まあ、焦点を当てて、もうブランドがなんか自分の年齢とともにこうどんどん年取っていっちゃうのは嫌だっていうような、まあ佐藤君まだ分かんないと思うけど、大体なりがちなんです。年齢が上がっていくとともに、やっぱ嵐さんって、ね、あの年齢でこのコーディネート着てる人なんで、大体みんなスニーカーになってパンツは太くなって緩くなっていくんです、年齢とともに。なんかそういうやっぱリラックスとか大人のリアルに入っていくのはやっぱノーだと。僕はこういうスタイルで行くんだっていうのをすごくあるデザイナーさんなので、まあ、すごい逆に言うとかっこいいでしょ。いや、かっこいいです。逆に言うというか、もう直球でかっこいいんです。もうそのなんか考え方、マインド自体がもうかっこいいです。まあ履き方とかもこれも44でモンスターブーツでセットアップっていう、すごいまあ、ザっていう着方、はい、もう本当これがいいです。これで行きたいんですけど、やっぱちょっとむずくなってくるじゃないですか。そうですね、まあ、僕世代でももしかしたら難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれないです、うん、やっぱもうちょっと今回の、YouTube は楽に着たいなっていうお客様もっていうお声もあるかなと思って、自分流に編集すればいいじゃないかっていうのがやっぱうちの提案なんで、このサリバーさんの着方はもちろんいいし、はい、もう何も否定するあれもないし素晴らしいんですけど、ちょっとこういう風な内らしい着方で、前もやってましたけど、パンツをサイズアップにしてちょっとクシュッと溜めてストリートっぽく合わせて、はい、まあ、靴はもう別にスニーカーでも何でもいいんですよ。ただやっぱこうイメージしやすいようにスニーカーにして、同じアイテムじゃないですか、はい、黒 T と、はい、サタンもこれかぶってるんだけど、この同じアイテムだけど、やっぱさっきの牧場とはで見え方全然変わると思うんで、という今回は趣旨で全体的にパンツとアンデビアをご紹介したいなと思います。さあ、多分44着用です、はい、でもちょっとやっぱウエスト周りはいつもの44よりは少し余裕があるんで、まあ、これナイロンですからね、はい、ナイロンだからもうビタビタだったら伸びないもん。そう、うん、伸びないんで、まあ、そこはうまく調整されてる感じがして、立ってますね。でライダースカットでこの44でもものすごい履きやすいですから、この曲がりやすいんで、だからナイロンの伸びない素材ですが全く問題ないです。で、開けてもらえれば、まあ44だとそのたまりは出ないですけど、まあ昨日の動画みたいにフレアっぽい。そうです、もうこれはこのぐらいで測れたら全然いいと思うし、これはもうこれで落ちちゃってもかっこいいですから、これで落ちちゃってもちょっと前に、これで落ちちゃってもかっこいいですし、これで、これ多分ちょっとだれちゃうけど、開けてこういう感じの、こんな感じがいける方だったら全然行ってもらってもいいし、という、まあ、今回一押しのパーツです。41,800円で、続いてどっちにします。いや、こっちからチャップスね。今回はボーというイメージを多く持ちつつ、まあ、それともともと本当ペインターとかウエスターのそうボーグのイメージからの要素の入ったパンツをご紹介したいと思います。まあ、お値段先に行っちゃいます、はい、お値段の方がチャップスは48,400円です。で、映ってるかわかんないですけど、ところどころにこう黒ですけど、ハンドブリーチされてるんで白い明かりがこう出てるというものすごい表情のあるデニムになってます。まあ、この辺いつもの感じですね。じゃあこれを次もまた
ちょっとリアルとザッていったことっていうパターンでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします、はい、じゃあ続いてはこのチャップスデニムをベースにですねやってみました。はい、佐藤君ならね44の着用です。そうです、僕が44です。で僕が46、だいぶ普通でしょ。46だけど、そうですね、お尻周りとか結構余裕ありそうな感じです。いつものパンツよりももうちょっとこの外側についてるラインなんで、ちょっとゆったりしたラインになるんで、46にしたらもう結構バギーっぽくも履けるんで可愛いですよ。こういう感じでポケットのデザインなんかでも結構遊べますから、これよいしょ、いいですね。で色味の感じもまあ普通にしてベージュのトーンで合わせちゃうっていうのもいいかなと思うんです。だいぶカジュアルダウンされたと思うんで、ベージュってそうですね、今回もコレクションでもだいぶ目立ってたボタンニットもこういう感じでほっこり、この感じだったら長く着れると思うんで、そうですね、開けてもらってもいいですけど締めてもらって、色味をこう統一してもらったりとかすると馴染んで、逆にこの黒ね、黒かっこいいけどちょっとって感じになる時あるじゃん、まあ、そうですね、なんかパキパキになっちゃうんで、まあ、ベッシュとか入れてもらってもいいし、だからなんかこういう風に使ってもらえるのもほんといいかなと思います。そうですね、うん、で黒もちょっと止めてみましょうか。黒も止めてみちゃって、裾と体だけ少し出してるっていうのでもう少しリアルに来てもらってもいいです。でも603のニットメッシュはぜひ合わせてください。そうですね、これはもう絶対入れてもらった方がいいですから。でこうさっきタクって見せてましたけど、このままこう落としてもらってこの感じでも着れるんで、これの方がなんか長く愛用していただけるかなっていう感じはある。でも強さはしっかりあるし、さっきみたいな、まあ、肩こだけとかでもいいんじゃない、その辺ちょっと調節しながら。で続いてはこのジーンズを、はい、このジーンズもやっぱなかなかもともとで個性が強いので、そうですね、だいぶそう合わせ方でも間違えると、まあ、上下しかない着方っていうんだったらそれはそれでいいんですけど、なんかやっぱもうちょっと違う合わせをちょっと探していきたいなと思います。でも最後ウィンクルプリントデニム、これだが48,000円でサイズが44から、これも大きく取ってます、50まで今回のうちではオーダーしてます。で僕着用サイズ44です。吉田さんが46ですね。6、そうです、46。デニムに関してはいつものバランスのウエストの感じですけど、僕ちょうどいいぐらい のサイズ感になってます。でこれが一応シワ加工なんですね。ウィンクルって英語の訳的にはシワっていう意味らしくて、うん、なんかそのシワの不規則な、まあ、デザインをこうプリントしてるっていうイメージらしいんですけど、まあ、前回出てた SS で白デニムあったじゃないですか、僕が購入した、まあ、あれをこうちょっとこう手をかけてアレンジしたみたいな、一応これはまあ加工としては手作業でなんかそりゃそうだろう、されてるみたいなんで、こんなもん手作業じゃなくて見ないもんな、はい、今でいうちょっとカスタムとかなんか、うん、ああいう古着をリメイクみたいなイメージもあるかもしれないなっていう感じはします。そうそうそう、いやすごく今回そんなインスピレーション僕は感じてて、これもいわばね、タイダイありますよね、あなんかそれのちょっと絞りにしてペイントしてるようなイメージだし、この僕もこう合わせてるこのグレーのスウェットもなんか今ヴィンテージのチャンピオンのグレーとかある中で、やっぱりこう製品洗いをしていくんじゃなくて、やっぱり生地の段階で色味をしっかり作って、ものすごく着心地が着古した着心地の良さとは違って、で裏毛でふっくらしてるんだけど滑らかでライトで着やすいっていうすごくいい素材スウェットを使ってくる、なんかその洗い込んで手作業でやってくペイントしたりももちろんあると思うんですけど、やっぱり今回はそういったのをサリバーさん、まあ、ブリーチのデニムやってますけど、極力そういうテクニックを抑えて、よりこうやっぱりこうモードっていうか世の中にないテクニカルで新しいものをまあ、そういうヴィンテージとかは時代に合ってると思うんで、時代に合うものを作ろうっていう姿勢があるように僕は感じてて、なんで僕はあえてこのちょっと逆にこれでね、ウォッシュのかかったデニムでチャンピオンのスウェットのイメージで僕は合わせてみたんですよ。そういう捉え方して着てもらうのもすごくありかなと思ってて、逆にブルーの本当にデニムにこれ合わせるだけで絶対普通のユーズドを合わせるのとは違った印象になるのですごくおすすめです。これね、バラクバラのやつも結構フューチャーなイメージにもなるし、これはまたぜひ見に来てもらえたらなと思うんですけど、はい、でこれに関しても
大体多分セットアップが楽かなって感じになっちゃうと思うんですよ。このパンツ結構強いんで。でもこういう感じであのセットアップじゃなんか合わせてもらってもいいし、やっぱブラウスがいいと思いますね。あ、ブラウス。うん、シャツがやっぱりこの品番はすっごい合うと思うんで、今回ボンテージのシリーズもあるし、なんかお持ちのシャツとあのぜひ合わせてもらいたいなと思います。それ確かにシャツ、そうですね、だいぶ強いですもんね、うん、そうです。動画で見るより多分結構、うん、ジャケットでいくと結構やっぱあのパキパキになっちゃうんで、シャツで行ってなんかボンバーとか行く方があの着やすいかなと思います。で、シューズとこういう感じで合わせても、もう44めちゃくちゃかっこいいですから。もう、これからだからもうこれやってほしいです、うん、ぜひ。もうぜひ見せてもらいたいです。普通にカプセット履いてもいいけど、ちょっとやっぱりたまりをつけて、この黒のクシュッてしたパンツのデザインとレザーのクシュッとしたブーツのイメージで合わせてもらいたいです。はい、という、今回伝わるから、もう本当サリバーさんの服ってやっぱ完成度すごく高くて、なんかこういう、崩すってめっちゃ難しいんですけど、それが逆に僕的には面白くて、あ、はい、で今回は全部一応サリバンさんのアイテムだけでやってみたんですよ。はい、でいつも何かミックスしますけど、今回はもう全部そう、なんか洗いのかかったものと逆にミックスせずにサリバンさんの部屋だけでちょっとトライしてみましたという YouTube 回なんです。はい、だからなんか見てたらつまんないと思うなっていうのが正直なんですけど、着てもらうと絶対かっこいいし、なんか普通にも着てみたいなっていう方絶対いらっしゃると思うので、そういう方はなんともぜひとも合わせに来ていただければなと思っておりますっていう回だったんです。はい、どうですか佐藤さん。いやもう本当その通りで、僕もまあその常日頃常に強い格好をずっとしたいってわけではない日もやっぱあるんで、なんかそんな方が例えばこれ買ったけど今日はちょっとこれ履けないなみたいな感じにならないよ、ね、あ、いいこと言うね。やっぱなるじゃないですか、うん、あ、この感じで合わせればあ、もうちょっと普通っぽく着れるんだなとか、それが今回はちょっとそういうのを、うん、まあ視点で見ていただければ、うん、またちょっとお持ちのものの見え方も変わってくるかもしれないんで、うん、絶対的にこの強さがサリバーの売りだし、あのかっこいいところなんで、もうそれはそれでもう、ただコロナもあるし、ちょっとインドアの生活が増えたりとかするんで、そういう時に少しこんな着こなしもリアルな着こなしもできちゃいますよっていう回でございました。はい、それでは急に、はい、急に終わります。急に終わりますよ。はい、もうオープンになったり。そうはい、あのじゃあそれでは、あの何でしたっけ最後に。あ、いや今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。